利用者が簡単安全にログインするための認証認可プラットフォーム KDDI ID マネージャー。デジタルサービスが拡大する中、サービスの利用者が安全に簡単にログインできる環境は、サービスの利用を高め、体験価値を向上させることにつながります。そこで必要なのが、顧客情報を管理する ID 基盤。これを自社で構築し、安全に運用維持するとなるととても大変です。まず直面するのがコストの問題。開発コストや人材確保に必要なコスト、運用時のコストなど多くの費用が発生してしまいます。そして構築までに時間がかかります。開発期間が数ヶ月から1年必要となるのに加え、 UI、UX 設計も必要となるため、開発リードタイムが長期に及びます。さらに運用、保守、セキュリティ面でも課題があります。24時間365日の運用、インシデント対応、不正利用の検知に加え、認証機能やセキュリティの継続的なアップデートなども自社の構築では難しい課題となるのです。これら3つの課題を解決するのが KDDI ID マネージャー。3000万人以上が利用する AUID の ID 認証基盤の運営で蓄積してきた認証技術や運営ノウハウを生かした ID 認証基盤サービスです。その特徴は、お客様のオンラインビジネスに適したサービスになっております。まずコストについて。月間アクティブユーザー数に応じた課金方式、MAU 課金を採用。どうしても発生してしまう非アクティブユーザーには課金されないため、コストを適正化させることが可能です。また永続的に発生する運用コスト、保守コストもサービス料金に全て含まれているので安心です。そして構築までの時間について。 API を活用し、すぐに接続試験が可能。新たに UI、UX 設計が必要のないサービス化された状態でご提供するので、開発リードタイムは短期間で済みます。さらに運用、保守、セキュリティ面も安心の体制です。ログイン ID はメールアドレスはもちろん、携帯電話番号も使うことが可能。利用者にとって忘れにくく、入力しやすい仕様です。悪意のある ID、パスワードへのフィッシング攻撃に有効な生体機器認証も利用可能です。不正ログインやなりすまし防止に向け、ショートメッセージサービスを利用した2段階認証で万全のセキュリティを実現。運用監視専門チームによる24時間365日の監視で、インシデント対応も即時に行います。また ID 基盤の定期的な保守・点検でサービスの安定稼働、不正検知、セキュリティ事故の未然防止、セキュリティの自動アップデートが可能で、安心してすぐにご利用いただけます。最適なユースケースをご紹介します。新規に ID 基盤を構築する場合、 UI、UX を含む各種設計や運用、保守体制の整備、法令セキュリティ対応などの負担を軽減し、クイックな構築が可能です。サービスの認証機能が ID とパスワードのみの場合、ID マネージャーを導入することで、ファイド認証や多要素認証などの認証方式が選択可能に、サービスのセキュリティ向上を実現できます。ブランドごとに異なる会員 ID を設けている企業様の場合、 ID を統合してユーザビリティを向上させるとともに、 ID 管理の負荷も軽減することができます。さらに ID の統合に加え、取得した許諾情報やお客様の保有するサービス利用データを組み合わせることで、ブランドを横断した顧客分析を可能にし、事業拡大に向けたマーケティングの強化につながります。利用者が簡単安全にログインするための認証認可プラットフォーム KDDI ID マネージャー。